はい、大丈夫でしょうか。はい、では次のページ、はい、電磁石いきます。はい、86ですね。はい、電磁石。はい、今までは、まあ、これでも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 、まあ、これはちょっとね曲がりましたけれども、基本的には、直線というかね、まっすぐでしたよね、導線というか、うん、それを、同じ向きに何回もこのぐるぐる巻きにしたものですね、うん、この糸のこのぐる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 って巻いたものですね。はい、それをコイルと言います。はい、導線を同じ向きに何回も巻いたものをコイルと言います。はい、これ言葉を覚えましょうね。はい、ちょっと、これ読んでいきましょうか。初めてのとこかもしれないんで、初めて聞く人もいると思いますんで、はい、86ページ、コイルと電流ですね。はい、導線を同じ向きに何回も巻いたものをコイルと言います。はい、で例えば図21のように、はい、配線したコイルの両端に方位磁針を置いて電流を流すとですねABの磁針の N 極が西に触れますということです。はい、これはコイルが、はい、左側が N 極、右側が S 極の磁界になったのと同じですね。それはそうですね。これね、N と S、S と N 同士が引き付き合うというふうに考えられますのでね。はい、うん、で導線に電流を流すと磁界ができるため、コイルは円形に流れる電流をいくつも重ね合わせて強い磁界を作ります。ちょっとここややこしいんですけれども、実はこれも、ある法則があるわけなんですね。はい、うん、これコイルによってできる、磁力線とその向きは、図12のようになる。でこれってどっかで見ましたよね。はい、結局コイルに、電流が流れて磁界が発生すると、はい、ページ戻ってください。82ページの一番初め、図1ですね。はい、棒磁石と同じようになるわけなんですね。はい、これね、図、ここの図1と、もう一回戻ってください、86ページの図22、うん、これ、非常に似てますよね、向きもね、うん、違うところっていうのは棒磁石の内部には、ね、さっき、82ページの図1でやったね、棒磁石の内部には磁界は流れないけれども、今回内部、ね、空洞なのでここにも磁界が流れる、うん、そういうことなんですね。はい、でこれも、実はね法則がありましてですね、うん、じゃあちょっとね、どうしようかな、これじゃあ全部消します一回。はい、ね、このね右手を使った法則っていうのが、ここでも、うん、たださっきとはちょっと違う右手の法則になるんですけど、はい、まあ、巻き方って言って、まあ、あのコイルの巻き方、まあまあこんな、あ、ちょっとこれね、ちょっとうまく書くぐらいですけれども、うん、ね、例えば、あ、で、向こう側、そうですね、ここ点線にしましょうか。こんな風に向こう側手前、向こう側手前みたいな感じで、向こう側手前みたいな感じで巻きました。例えばですね、はい、で、ここにまあ例えばこっちから電流を流しました、こっちからこう電流が流れてるとします。じゃあ電流の向きはこうですよね、下上下上下みたいな感じですね。はい、ここで、うん、さっきは親指使いましたけど、親指以外の指でですね、はい、この電流の向きを作っています、うん、これも当然絶対右手で使ってください。左手を間違って使わないように、こう流れてますよね、向こうからこう、向こうから手前、そうすると親指が右手を向きますよね、右側を向きますよね。はい、うん、この親指が指す方向が N 極、うん、N って覚えましょう。親指が指す方向が N なんです。はい、でその反対側が S、うん、って分かってさえしまえば、分かってさえしまえばですね、はい、あとは
N 極からこの磁界が出てこの、ね、こんな感じですね。で S 極に入っていく、うん、だけじゃなくて、はい、この S 極を N 極に向かってこうやって動いてるんですね。で、端っこの方に行けば行くほどまた広がっていくって感じですね。こんな感じになってますよってことです。こんな感じ、うん、上側も全く同じようになりますっていうことですね。はい、うん、もし電流の向きが逆だったら、ここ、うん、これ今下向きだけどこれね、こうだったらこうだったらこうだったらどうか、ね、下上下上だったら、はい、右手をこうしないといけない。ちょっとこうちょっとやりづらいんですけど、こうですね、こう、はい、そうすると確かに親指は今度反対側左を向きますので、こっちが N 極となるわけです。はい、うん、このコイルの右手の法則ね、親指以外の指が電流の向きで、親指が磁界の向き、うん、つまり親指が指す方向が N だというふうに考えることができるわけなんですね。はい、これもね、慣れたらもうこの2パターンしかもうねないの、これか、うん、これかしかないですので、はい、しっかり覚えましょう。